50番摂津魂。放送席、そしてヤフオクドームのホークスファンの皆さん、今日のヒーローはチームの連敗を止めてくれました、エース摂津魂投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。ものすごい歓声で今迎え入れられました。そうですね、本当にありがたいですね。チームが5連敗という中でいろんなプレッシャーかかる中だと思ったんですが、今日はどんな気持ちでマウンドに上がられましたか？いや、もう試合前からですね、調子は良かったので絶対一人で投げてやろうと思って、投げてました。その今日の立ち上がり、あっという間に3人で抑える、素晴らしいスタートでしたね。そうですね、うまくいきました。その摂津投手のピッチングが味方の連打、1回の4点につながったと思います。あの4点は摂津投手にどんな勇気を与えてくれました？そうですね、本当にね、最初に4点取ってくれたのでね、もうストライク先行で、どんどん行こうとも本当に助かりましたね、はい。今日のピッチング、摂津投手の中では一番何が良かったんでしょう？やっぱりそのストライクがね、先行したことと、まあそんなに、コントロールが荒れなかったので、それが良かったのかと思います、はい。連敗中というこの雰囲気の中で、摂津投手は調整としている間、どのように心を整えてきたんですか？そうですね、まあ連敗とかそういうのを気にしないで、とにかく自分の、ね、力を出せばなんとかなると思ったので、本当に良かったですね。今シーズンのホークス、5連敗が3度あります。しかしその3度の5連敗ストップさせたのはいずれもエースの摂津投手です。そうなんですか、はい、気づきませんでした。それだけにやはりエースにかかるプレッシャー本当にあると思うんですが、そこを乗り越える、さすが摂津投手ですね。はい。そして摂津投手にとっては2試合連続の完投勝利、これも実は自身初めてなんですね。そうですね、狙ってました、はい。さあこの7月はこのガッツパープル紫のユニフォームで選手たちが躍動してくれるはずです。今後に向けて摂津さん、チームを代表してファンの皆さんへメッセージをお願いします。本当にね、今日もね、たくさんの応援ありがとうございました。また明日からどんどん勝ちたいと思いますので、さらなる応援よろしくお願いします。見事に連敗を止めてくれましたエースの摂津魂投手でした。ありがとうございました。